いやここまでね、スバル先輩とラプラスが0ポイント、そしておかゆ先輩とボタン先輩が1ポイントなので、はい、次はね、当てていただきたいんですけれども、次はね、はい、多分当たると思います。おっと、おっと、ヤゴーにですね、この時、声真似をしてください。やばい。ホロライブのタレントの中で声真似をしてくださいと言いました。誰の声真似をしたでしょうか。シンキングタイムスタート。え、これ一択じゃない？え、これ似てました？ヤゴーやんとはなりました。あまあね。あ、我が輩勇気の0ポイントなのに増やしてみたのね。いや、わかる。もう生き残りはスバルとラプラス2人だけだった。ラプラス頑張っていこう。でも、真似しやすい、なんかあれ、あれがあるってことよね、言葉っていうか。そうですね。だよね。だとしたら。いや、我が輩もこれ、もう行くしかねえよ。あ、でも僕もそれワンチャンあるかなって思って。いや、私はでも、これじゃないの？これで、うわぁ、これ苦しい。これラプラス変えない。大丈夫？ラプラス変えなくて大丈夫？あー、なんちゅう、我が輩もす、いや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 、ラプラス、ラプラス、我が輩だけ生き残りだったのに、圧に負けるな、ラプラス。ということで、皆さんの回答出揃いましたので、皆さん一斉に見ていきましょう。皆さんの回答はこちらです。皆さん、スバル先輩と言っていますね。もうこれ答え言っちゃって大丈夫ですか？ちょっと一言言わせてください。これで本当にスパルじゃなかったら静かにフェードアウトしてるんですか？立ち消してください、お願いします。立ち消してください、お願いします。もう恥ずかしくて明日から生きていけない。皆さん満場一致でスバル先輩と言っていますので、スバル先輩のモノマネをしてくださったんでしょうか。ちょっと見ていきましょう。頼むぞ、こう流されたからな、こちら頼むぞ。コンコンキーツネ、白神です。答えは白神吹雪です。いやいや、ということでスバル先輩ではなく白神吹雪先輩の声真似をしました。スバルさんのレアルだけニュートにしてる。消えたぞ。いやいや、スバルちゃんしょうがないよね。もうダメだ、だってここで裏切らない。悪いわけじゃないよ。おい、ヤゴ、スマホもやめろ今日から。ちなみになんですけれども、あともう一人ね、あの植木先輩をやるかもう一人で悩んでたらしくて、おお、それがワンチャン、ワンチャン、まつり先輩でした。ということで、スマル先輩は全くなかったですね。ガンチューじゃ、ガンチューにいいじゃねえか。過剰だ、恥ずかしい。もう回答ね、恥ずかしいと思うので隠しちゃいましょうということで。お前が楽しかったよ。おい、さっきのヤゴの音声でマッド作ろうぜ。